皆さんこんにちは、宇賀弘道です。オリコン裁判の話続けたと思います。7月31日の、第4回口頭弁論ですが、この日は珍しくですね、双方の弁護士がですね、法廷の場でですね、声を荒げて、言い争いになるというですね、なかなか、ハリウッド映画のようなシーンがございまして、これはなかなか、面白かった。その内容について示します。お知らせをいたしたいと思います。これは私の代理人弁護団の一人である三上弁護士がですね、仮に再造に乗った、宇賀屋のコメントが名誉を毀損するとするならば、ジャニーズとオリコンとの、関係という文脈においてなんだけれども、この再造の記事の中で宇賀屋はジャニーズについては一言も触れてないんですね。私その辺はジャニーズについては興味がありませんし、何も調べたこともありませんのでコメントを断っております。触れてないと、だからコメントだけをその記事から切り離して、訴えるというのはおかしいと、こういう指摘をしたんですね。これは真っ当な指摘です。当たり前のことですね。記事が、名誉毀損をするのはコメントだけじゃなくて、字の文も合わせて一つの記事となって名誉を毀損するわけですからね。それでですね、原告は、つまりオリコンはですね、コメントだけ訴えた理由を明らかに事実に反するからというんだけれども、それならオリコンとジャニーズの関係について関して述べた字の文、つまり僕のコメント以外の文ですね、これは、事実に反していないのであろうかと、というふうに三上弁護士が、法廷で、口頭で問いかけたところですね、オリコン最近3人しか、弁護士が出てこないんですけれども、笹波弁護士というちょっと体格の恰幅、の言い方と、もう一人お年は60絡みぐらいでしょうか、白髪をこう後ろに束ねてちょんまげ頭のようにされたですね、弁護士の方々とですね、もう一方と、もう3人しか声でならないんですが、そのちょんまげ頭の弁護士の方、今まで一言も法廷で言葉を発したことのない、弁護士の方はですね、いきなりですね、ガバッと立ち上がってですね、今の言葉は記述にならんと、撤回、このような場所でそのような発言をするのは不適切だと、で、絶対撤回しろと言うんですね、これ、怒って。で、私はびっくりしましてですね、今までこう、この人居眠りしてるんじゃないかと思ったような弁護士が、いきなり立ち上がっていないんですけれども、そういうことを言い出したもんですから、大変びっくりしたんですが、冷静になって考えてみますと、これで、オリコンは、何に触れてほしくなかったのかということは分かりました。つまり、オリコンは、あの記事がジャニーズについて触れてるということが一番ナーバスになった理由なんですね。つまりジャニーズとの関係をあの記事がうんぬんしていたということが非常に彼らの気に障ったわけですね。これが分かった、これ一つの収穫ですね。法廷ではくれぐれも、感情的にならない方がいいですね、弁護士さん。それでですね、もう一つですね、分かったことですけれども、オリコンにとってそのジャニーズとの関係っていうのはやはり最後までこうタブーなんだなということなんですね。で、たまたまその地雷を私は踏んでしまったような格好になったというか、再造の取材によってそういうふうにさせられてしまったとということになったわけですね。これが、今回の訴訟の、本質ではないかと思われます。オリコンの小池社長はですね、これは直に聞いた話ですが、取材した、ある新聞記者に対して、なぜ、出版社を訴えなかったのかということに対してですね、出版社を訴えてると、ジャニーズとの関係について触れた字の文についても、真実性を争わなければいけない、法廷で。つまり
ジャニーズに対してオリコンは甘いのかどうなのかということを法廷で争わなければいけない。これが嫌だったので、出版社を訴えなかったと、取材した新聞記者、ある全国紙の記者にはっきり言ったそうです。私これ記録を読みました。ということでですね、オリコンの、狙いと申しますか、意図というのはジャニーズを守ることではないのかと、あるいはジャニーズの関係を悪化させないということではないのかと、というふうに、この裁判が、次第に法廷で、明らかにしていってくれるものだと思います。それでは皆さん、また来週、楽しみにしております。よろしくお願いします。